皆さんこんにちは、神野翔子です。私は大人なレディーを目指して日夜自分磨きに励んでるんですけど、今日はそんな私のおすすめチョコをご紹介したいと思います。神戸ローストショコラ。神戸ローストショコラはグリコの神戸工場でカカオをじっくり自家焙煎して作ったこだわりチョコです。日本人の味覚にフィットする味わいを追求してるんですって。そんな神戸ローストショコラがこの度リニューアルをするんですよ。何が嬉しいって、まず砂糖の量が減ったんです。濃厚ミルクとゴーフルでは従来の 5% 減。え、じゃあ美味しくなくなっちゃったのって思うじゃないですか。違うんですね。例えば濃厚ミルクはミルクの美味しさとドミニカ共和国産カカオの風味を引き出して、濃厚なのにフルーティーな味わいが楽しめるミルクチョコレートに仕上げました。ゴーフルは食物繊維豊富な全粒粉を使用して香ばしさと食感が進化。だから10年目の神戸ローストショコラは美味しさそのまま、甘さ控えめで嬉しい。この新しい美味しさをぜひたくさんの人にご賞味いただけますように。以上、神戸翔子でした。